どうも、鈴木ミートです。新型スイッチについての新情報がまたまた飛び込んできましたので、今回はそちらの紹介と、さらにこれまでに判明している新型スイッチのスペックをまとめて発表したいと思います。ついこの前にもですね、任天堂がサムスンに有機 EL ディスプレイを発注していたり、現行スイッチの CPU の生産が終了することが発覚し、新型スイッチ発売の可能性が濃厚になったのではないかということを動画で紹介した矢先なんですが、さらに今回は新型スイッチに搭載されるかもしれない機能が判明しました。先日4月の頭にですね、スイッチの最新システムアップデート 12.0 が配信されたのですが、そのデータを解析したところ、 Bluetooth オーディオに関してのサポートが追加されたことが判明しました。これまでのスイッチでは Bluetooth のチャンネルはジョイコンにすべて使われていたのですが、今回はオーディオと明記されているので、ワイヤレスイヤホンなどで音声の出力ができるようになる可能性が出てきました。現行のスイッチでワイヤレスイヤホンを使いたい場合は、外付けの送信機を装着しなければ使えませんでしたので、今回解析されたこの Bluetooth 機能が新型ではなく現行スイッチで可能になったとしても、かなり喜びの声は多そうですよね。さらにこのファームウェアの解析により、 4K 出力についての内部データも発見されました。この 4K に関しては、先ほど言った Bluetooth オーディオとは違って、現行のスイッチドックでは実装ができないため、4K に対応するためには新型を絶対出さなくてはいけないことになります。さらに今回のファームウェアの内部データには、ハードの根幹ともいえる CPU が変わることも露呈して、新型スイッチの発売はもはや疑いようもない状態と言っても過言ではありません。しかもこれを考えてみると、解析されることを承知の上で 4K の記述などあからさまな設定名にしているということは、発表自体ももしかして近いのではないかなと期待してしまいますね。はい、ではここからは現在までにリークされている噂や情報をもとに、新型スイッチのスペックを予想していきたいと思います。まず現在判明しているのは CPU の強化とメモリの増量。現行スイッチのメモリは 4GB なのですが、解析上では 8GB のサポートが追加されています。大雑把に言ってしまうと、これが倍になっているので、これによりロードの長さなどもかなり短縮されるのではないでしょうか。さらに頑丈になったジョイコンも装着される可能性が出てきていますので、そちらも期待したいです。さらにさらに映像出力も進化して、ディスプレイサイズは7インチ以上、そして有機 EL 搭載のドック接続時には 4K 出力、さらにさらにさらに Bluetooth も対応し、バッテリー性能も向上するという噂。いや、やりすぎじゃない？もしも仮にこれが全て詰め込まれるとしたら、現行のスイッチよりかなり値段は上がってしまいそうですね。おそらくこのスペックで行くのであれば、4万近くの値段じゃないと利益が出ないような気もします。多分そうなると、まさにスイッチプロとして売り出して、今出ているスイッチを少し値下げして売ったりなどもあるかもしれないですね。はい、ということで今回は新型スイッチについて話していきました。任天堂の社長さんが今年の2月に近いうちに新しいモデル発表の予定はないと発言していたので、今年新型が発売するとしても年末近くになってしまうとは思いますが、今後の発表いろいろ期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録・高評価ボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。